ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きなあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただきましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで、今日はね、帰還期間の、難易度6の5ステージ目。前回も5ステージ目あったんですけども、難易度が上がることによって、3333編成だと結構難しいなってところが出てきましたんで、今回は凍結メインにした552編成ですね、をちょっと試していきたいと思いますんで、最後の方までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、帰還期間やっていきたいと思います。で、一応こちらが最初のレベルですね。全部8で、回収を入れていきます。こんな感じで、で、回収をしっかりしていかないと、第3ウェーブになった時に、きつくなってくるんで、回収はもう2つ編成で、凍結するエリアっていう感じですね。で、回収で、凍結するエリアね、回収、回収、水で、凍結で、これでとりあえずフィニッシュで、敵がね、失踪するのが出てくるのが第6ウェーブなんで、それ対策で少し手厚くしなきゃいけないんですよ、こっち側。だから、こっちはね、2つとかでいいのかな。2つにして、こっちはまあ、5個編成。5個編成でいきます。結構多いでしょうって思うかもしれないけど、もうそれぐらいやらないともうちょっと耐えられないんで、これぐらいやらせてください。はい、でまず最初はこの目玉みたいな、フリーメイソンの目玉みたいな、ラグビーボール状のこのマークのところでなんとかする。で、ちょっと戦線をね、伸ばしていきたいんですけど、そうだな、回収期間がまだあるんで、あそこ置けないんで、炎はここに入れていきます。で、今回炎はここの端っこの方に置きます。端っこの方に置かなくて、ここに置いてしまうと、この路地の方にね、反応してしまったりするんで、これは気をつけた方がいいと思います。はい、で、基本的にはここで落としていくっていう感じにはなりますが、ただ、こっちの方と、あっちの方の、敵の強さが全く違うんで、走ってくるボートの、威力とかも全く違うんですよ。だ、それを考えると、ここでしっかり凍結かけて仕留め切らないと終わります。終わってしまうんで、だ、そういう編成に今回はしていきたいと思います。で、そうなった時にどういう編成がいいのかって感じになると、一応こう勇猛で遺跡ハンターが出てくる。ただ今回水が多めになるので、水の攻撃力が上がるってやつに振って20ポイント、期間が4つ水の攻撃力上がるんで、これでいいと思います。で、次どこに入れていくのかっていうと、敵の動きをしっかり止めていかないと、後々困るっていうところがあるんですね。なので、ここってまあ中央寄りのところを敵が突っ込んできたりとかするんで、ここに2つ何かを置きたい。で、置くのは水と氷、ここに水氷って感じで置いていきます。一応こっちまだ抜けられてない状態でできてると。で、ここはもうエッセンスなんで、水と氷を置くだけ。水、氷。で、なんでこれを置くかっていうと、敵をここで凍結させて、相手がね、バラバラに突っ込んでくるような風に、します。で、こっちはもう完全スルーにして、こっちはもう普通の速度で来て、向こうはゆっくり来るみたいな。相手の戦線をこう伸ばしていくっていう設定ですね。
で、水多めにするのはどこでか、ここですね。ここを水にして、ちゃんと水が相手にかかって相手が止まるようにしなきゃいけない。水で回収も外して、新たなものをこうつけれるようにしていきます。ここは水に取り替える。で、あと1個ずつなんですけど、次は炎を入れていくか、氷を入れていくかなんですけども、これは氷です。で、氷どこにつけるのって話になってくると、ここにつけます。序盤から氷つけて水やって、氷つけて水っていうのがベストです。で、次は氷も多めなんで、氷の攻撃速度であったりいろいろ上げていくのがいいと思うんで、氷4つ以上あるんで、これでも20ポイントプラスになりますんで、あんまり水と氷とかを多め編成とかにすると非常に優秀なのかなと思います。で、あっちに氷を置いた理由はこれを見てください。で、水が入って凍りますよね。で、敵の動きが少しまばらになって戦いやすくはなります。で、走ってくるやつも水が2つあればちゃんと水がつく、氷が2つあればちゃんと氷で凍らせないともうお話にならないです。ボートが突っ込んできた時にもうなすすべなく終わっちゃうんで、で凍らせて敵のダメージを、その凍結だけでも強いんですけど、後でもうちょっと進んできたらこの妖怪が入るようになりますんで、ここでダメージを出していく。で、敵の動きがまばらになるようにあっちの方はあっちの方で圧力として置いていく。これは結構やり方としてはベスト。完全なこの凍結エリアがあることによって、相手の動きをもうほぼほぼ止めることができる。で、もう一つやんなきゃいけないのが、こちらのトラップ発動ですね。適当にトラップ発動しておいて、これをトラップ2回発動しないとポイントがもらえないんで、これもちゃんと意識してやっていきましょう。で、結構足速いやつもこの凍結エリアに入ってくると、もうほぼ、なすすべなく終わってしまうのと、この編成だとね、先導のところで凍ってくれたりするんで、第5ウェーブ、第6ウェーブぐらいのでかいやつが出てきたときに、結構先導落とすことが可能になります。ほら、こんな感じで凍ってますよね。はい、これも先導を使っちゃえばもう全員死ぬんじゃないですか。こういう編成です。じゃあ、氷効かないやつどうすんのってなったときに、ちゃんと炎が後で控えてますんで、はい、じゃあ次ですね。勇猛来なかったんで、水元素が濡れてるやつに対してが強いやつと、あ、雷もあるな。ただ今回の場合は水元素を300つけていきましょう。これはかなり強いと思います。はい、凍ってるやつとかね、あれはかもしれないですけど、ほら、あそこ凍って片方がもうほとんど動けない状態になりましたよね。ほら、ほとんどあそこで倒しちゃう。こんな感じで片方の戦力をあの2つだけでなんとかして、で、それで伸びきったラインを完全に凍結させて、ここで仕留め切ると。まあ、完全凍結エリアも必要ですね。複合エリアも強いんだけど、足止めさせるのはやっぱりピュアな凍結エリアが必要です。ただそれだけじゃ火力足んないってことで、後半もう凍ったやつに対して炎をぶち込んでいくっていう、この布陣はしっかり崩さないで、で、あと1回先導を使えば OK なんで、このまま行っちゃいましょう。で、落としすぎると記述期間で敵を倒さないことになっちゃうんで、落としすぎ注意ですね。敵をちゃんと80体記述期間で倒さなきゃいけないんで、あんまり落とすとダメです。2回落とし穴使いたいですけど、でかいやつぐらいでいいと思います。はい、で、凍らないやつもちゃんと破壊して、破壊するだけの破壊、その威力がありますね。
残り2体。残り1体。で、今4ウェーブなんで、あと1ウェーブで終わる。一応なんか今回は、こうやって凍らせ系のやつを使って、あとは片方のところを、動きをね、遅くして、いっぺんに攻めてこないようにするっていうのが大事なんですね。あと、チャールのボートが走ってくるやつも、やっぱ凍結で止めなきゃいけない。やっぱチャールボートが一番強いです。で第5波。水の元素熟知を上げる。水の元素熟知を上げていきましょうか。そしたら、これ20ポイント上がりますんで。確か。で、向こうから来るやつは、守衛ですよね。あれ凍結エリアで結構なダメージ、まあ、2つしかない凍結エリアですけど、それである程度ダメージは入ると思います。動きが止まるんで。で、こっちのアビスの方はちょっと相性悪いんですけど、水で結構なダメージを与えれると思いますので、ちょっと見てみましょう。で、しっかり凍結させる。凍結させて、守衛は大丈夫。で、盾、氷盾はもう炎でやるしかないですね、これはもう。水と炎で、これで盾がしっかり割れるのかどうか。はい。で、相性の悪いアビスのやつも、ちゃんとできますね。これは水の割合が多くないとなせない状態ですね。なんで、一番相性悪いこの編成。これでもなんとか凍結エリアは完封できると。一応炎とかも混ぜといて、後々ダメージがちゃんと出るような風にするとやりやすい。で、皆さんの場合だったら、僕は今、主人公戦ってないんですけども、岩で足止めしたり、クレーのボンボン爆弾投げてみたりとか、炎の、グオーパー投げたり、ディルックでね、炎で切ったりとかで、こういうやつ対して、いろいろやるのはいいと思います。こんな感じで。で、炎を投げればそれ、炎継続ダメージになるんで、割りやすくなってますね。だから炎はとりあえず、今回は1個で、相手の足止めを意識したような構成でやってみました。毎回同じ構成、複合とかでやってしまうのも、クリアはできるんですけど、なかなかね、それだけじゃ面白くないかなっていうところで、いろいろ試しながらやってます。ね、守衛とかでかいやつはやっぱ凍結。で、今回でかいやつが結構危ないのが多くて、スライムとかも凍結させればなんとかなるだろうみたいなことがあったり、今回氷アビス一番相性悪いやつも水でなんとかなるだろうとか、水アビスしたら凍らせればいいし、火アビスが来たら水が2つもあるから大丈夫だろうというような考えですね。で、遺跡守衛、歩く速度向こうがかなり遅いですよね。こうやって足止めすることができるんで、もうこっちに来る頃にはだいぶダメージが、ある状態ですよね。こういう設定はかなり、いいと思いますね。片方だけ足止めするっていう考え方。で、ボートがね、向こう側から出てくる可能性もあるんで、片方だけちょっと山張っておくってのがいいと思いますよ。山張り大事なんで、これは向こうからボートが来ると思います。第6波の。こっちから来た時はもうお手上げなんですけどね。さあ、最後何のチョイス、ピックアップが来るのか。最後のピックアップ見せていただこうか。残り敵2体。凍結エリアで止まっている。で、最後ちょっと危なそうだったら普通に先導閉じちゃいます。危なそうだったらというか、最初に先導閉じる。これ先導を閉じるやつを2回やらないとポイントがいただけないので、少しでも高いポイントを狙っていくって感じですね。で、これで第5波終了ですね。で、次、記述点マイナスの勇猛。氷の攻撃力上げた方が20ポイントなんで、
いいと思います。なので氷の攻撃力を上げて20ポイントもらいましょう。バンカーにしても勇猛にしてもね、ポイント変わらないんで、バンカーは2回やんなきゃいけないし、なのでこういう設定。じゃあこれで終了して、敵はどっちから来るのか、あっちからでかいやつで、あっち走ってきたね。これでワンチャンちょっとだけでも凍結できれば少しほら楽じゃないですか。で次こっちで凍結エリア。で凍結エリアが結構広いエリアに分布してるんで、相手はもう突破できないはずです基本的には。はい、でちょっとねこうまばらになればなっただけ、これでもうありがたい状態で、凍結が連鎖していく、凍結が連鎖していってますね。でかいやつが凍ってればそれ突っ込んでこれなくなるんで、敵が そもそも障害物になってしまう。味方が、相手からしたら味方が障害物になってしまう。で一回凍結させてしまえばもうこっちのものですね。はい、火力が入っていく。でこんな感じで主人公がやんないで、でポイントがね、まあ、勇猛にやってみたり、まあ、水か氷のバフアップが来たらそれをつけてポイントアップを図っていけるというようなやり方がありますんで、それもぜひね皆さん意識して高ポイント出すときにバンカーね、1回しかバンカーしなかったら意味ないし、まあ、勇猛はね出ればいいけど、同じポイント数であれば例えば水強化の方に入れていくと、勇猛と同じポイントなんで、例えば氷が4つだったら氷で、水が4つ以上あるんで水、そんな感じでやっていくといいと思います。でかいやつも凍らせて、ちょっとずつでもダメージを与えれば必ず死んでいくと。でもし抜けてくるようだったら炎で敵を倒せる。凍結は非常に優秀なんで、凍結エリアはしっかりね使いこなすべきだと僕は思います。全部複合エリアとかで組んだり、全部感電とかでしたりとかっていうのだと、結局最後ねチャールのボートとかがね突っ込んできて終わるんですよ。なので水と氷がちゃんと散りばめられているこのエリアは尊いです。で第6波残り2体、遺跡重機倒してこっちからチャールの王様が来て、多分左の方に行くんですかね。目の前で凍っていただきましょうか。こんな形で難易度6のステージ5、まあ難なくクリアすることができます。コツとしては敵の戦列をねこう片方だけスピードを落としてやるってのが大事だと思います。はい、OK です。で、これで、ちゃんとポイントね、やってきましたね。婦人剣術を使って、累計で4体以上の攻撃力を上げる、速度を上げる、攻撃効果を上げる、こういったことをやっていくことによって、威力、ポイントをどんどんね、上げていくことができます。今回900ポイント。ぜひ皆さんお試しください。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。